裏側から登ったことあります？ないです。ない裏側から。うん、真壁ってあるでしょ。 あっちから登るとね、あの目の川とか尾の川とか坊主山とかあるんですよ。だから筑波山って言ったら2つの峰しか見えないけども、うん、裏側行くとね、あの男体山と、うん、あの女体山の間で生まれた子供がね、坊主山っていうの、うん、それをあの男体山がおんぶしてるんですよ。だから3つの山なんだよね、本当はね。知ってるわって言うけども、一通りね、僕登ったけども裏側が意外ときついですよ。車で来ました？どこまでですか？ここまで。今日？うん。今日車ここですか？車、あの小田休憩所ね。そうです、そうです。あのここはほらタダだけども、あちらみんな500円取るでしょ。ところがね、裏側回るとやっぱりタダなんですよ。うん、だから狙い目なんだよね。一人で登ってるんですか、いつも？そうですね。あ、そう。どっから聞きました？藤代です。藤代？あ、じゃあ近いわ。どっから来てるんですか？藤代ったって茨城の藤代でしょ。 でもここまで50分ぐらいはかかりますね。僕は東京だもん。今日東京から来たんですか？そうよ。あら、東京の葛飾だけどね。はいはいはい。比較的近いけども、うんうん、でも2時間近くかからね。どうやって来たんですか？いや、車で、うん、高速代節約するなと。もう私は藤代でも遠いと思ってたのに。藤代だったらすぐやな。そうなんです。だからこれ寄り道しないでまっすぐ帰ると、うん、今から下山して 10時に家に着くか、ん？ああ近くていいね。10時半ぐらいに着けるかな。うん、あの牛久沼の近くでしょ？そうですそうだよね。そうです。僕はあの柏のとこから曲がっちゃうんですよ。あの6号来ると遠回りになっちゃうんだよね。旦那さんは連れてこないの？何度かね連れてきたんですけどね。嫌だって？もうあのついてこないとこ見るとところを見るとあんまり好きじゃないみたい。うん、今日はこれは全然見えない。あ、もうこの季節は難しいじゃないですか。冬に来たら綺麗でしたよ。あのこっちに牛久の大仏が見えるみたいね。今日はまあ見えないだろうけどね。